はい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 。優勝した次の日ってどう考えてもコンディション悪いじゃないですか。どう考えてもね、ビールがけしてるから。うん。それに今日のジャイアンツは、まあ、広島からね東京戻ってきてるというところで、まあコンディション最悪というところ。ただ負けちゃったんですよ。今日負けちゃったんですけど、若手の躍動っていうところに関しては非常に、面白いもの、素晴らしいものを見せてくれたんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたスワローズ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、結果ね、サヨナラ負けというかしちゃったんですけど、まあね、まあ今日は主力というか、まあ、ベテランのね、選手がまあ欠場してたというところで、まあ比較的若手の選手をね、起用してったっていうのがありました。で、その中でね、まあまだ荒削りというかね、まだ未熟なところはあるんですけど、非常にその未来がね、明るいというか、面白いなっていうふうにね、思った選手もね、数名いたんで、まあその話もしながらね、今日ちょっと解説していきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあですね、本題入る前にですね、まず告知させてください。僕ね、チャンネル登録者数5万人500人違うよ5万人をね、今年中に達成したいというふうに思っておりまして、達成した暁にはですね、YouTube、この YouTube チャンネルにですね、ジャイアンツの選手を呼んで対談なんかもしたいなというふうに思ってますので、今ねちょっとね、ジャイアンツに、すいません、メールしようかなって、そろそろしようかなというふうに思ってるところなんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の動画の流れとしては、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきます。で、それで最後にですね、僕が気になったところでやってるか、ここポイントでしたよみたいなところですね、まあ配球チャートのなんかも用いながらね、見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。僕のこの辺に胸あたりですね、ちょっと画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきたいなと思います。はい、まず今日はですね、まあ、4対5というところで、まあ、サヨナラ負けをしてしまったというところなんですけども、まあ、非常に、まあ、粘って、まあ、逆転をしたもののですね、まあ、最後ね、ちょっとまあミスなんかもありまして、まあ、サヨナラ負けを喫したというようなゲームになっておりますと。はい、まず得点シーン振り返っていきますと、まず1回裏ですね、ワンアウト一塁からサンタナ選手にホームランを打たれると。うん。まあちょっとこれは痛かったなっていうところあるんですけども、まあ後で詳しくね、見ていきます。で、3回表、ワンアウト一二塁から浅野選手、これレフト前ヒットで、1点返します。ただ、3回裏ですね、ノーアウト一三塁からまたサンタナ選手にね、ライト前ヒット打たれるんですね。これ痛かったですね、2打席連続でね。はい。で、4回表、ワンアウト一三塁で、オコエ選手のライトへの犠牲フライで、2点目取りますと。で、6回裏にですね、ここ逆転するんですけども、ノーアウト1、2塁から中山選手の、まあ、ピッチャー強襲のヒット。で、ノーアウト1、3塁から代打、岸田選手のライト前ヒット。というところで逆転に、成功しますと。で、9回裏ですね、ワンアウト2、3塁から松本選手の、セカンドへのフィールダッシュチョイスがありまして、1点取られまして、で、最後ですね、ワンアウト1、3塁から長岡選手にライト前ヒットを打たれて、まあ、サヨナラ負けを喫したというところでございます。はい、じゃあですね、ここからですね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像をちょっと出しながら、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のスワローズから見ていきたいと思うんですけども、スワローズの前日からの変更点としたら、7番の丸山選手がですね、今日は増田選手に変わっておりますと。ライトでね、増田選手に変わっております。で、キャッチャーの内山選手だったんですけども、今日は中村選手になっておりまして、で、山田投手からヤフーレ投手というところですね。で、対するジャイアンツですけども、めちゃくちゃ変更点ありますと。はい、見ていくとですね、まず1番の丸選手が今日は出てなくて、今日は6番にレフト萩尾選手が出ております。で、オコエ選手ね、いつもセンターで出てたりするんですが、まあ、今日はライトで2番で出場しておりまして、で、吉川選手がですね、3番の吉川選手が今日は8番に入っております。セカンドに入っております。はい、まあ怪我がね、ちょっと肋骨が折れてるみたいなんで、ちょっとね、1打席目に代打を送られてましたね。
はい。で、昨日5番だった坂本選手が今日は欠場というところで、今日はサードに、モンテスが3番で入っております。で、浅野選手がね、今日は5番に、上がっておりまして、前日6番だったんですけども、今日は5番で上がっておりますと。で、ショートの門脇選手が今日は7番から今日は1番に、抜擢されております。で、キャッチャーはですね、今日は山瀬捕手、小林捕手から山瀬捕手になっておりまして、7番に入っておりまして、で、ピッチャーは菅野投手からグリフィンというところで、まあ結構大幅に変えてきたなというかね、まあそれは優勝決まった後なんで、そういったところで、まあ若手のチャンスというかね、そういったところもすごくあったんじゃないかなというふうに思います。はい、ここからですね、僕が気になったところでやってるか、ここポイントでしたよみたいなところをですね、できるだけ分かりやすく、面白く、飽きさせないようにね、見ていきたいと思います。はい、まずですね、1回裏、見ていきましょうか。まずワンアウトからね、西川選手にまあヒットを打たれますと、センター前ね。で、ワンアウト1塁で、サンタナ選手にいきなりホームランを打たれるんですね。まあ、これちょっとね、まあ、僕、大きな場面かなというふうに思いましたんで、ちょっと配球ちゃんと見ていきましょうか。この場面ね。はい。はい、サンタナ選手、まあまあ、セリーグのリーディングヒッターというところでね、まあ、非常に素晴らしい選手ですけども、まあ、これね、まあ、今日ね、マスクをかぶってた山瀬選手ですが、まあ、なかなかね、今シーズン初スタメンかなっていうところだと思うんです。初スタメンか2試合目かちょっと、すいません、間違ってたら申し訳ないんですけど、まあ、それぐらいですというところですね。2軍でしっかり経験を積んでるというところですね。で、その中でやはり1軍のバッターと2軍のバッターっていうのは、まあ、ちょっとレベルがね、違いますから、そこでね、まあ、この配球なんですけども、僕は正直、悪くないかなと思いました。はい。その理由をね、今からお話していきます。はい。まずストレートでストライク取るんですね。見逃し取ってストライク取りますと。で、2球目チェンジアップ行ってボールになるんですね。で、3球目ストレート行ってボールになるんですけど、僕、このストレートがね、ボールになった時に、サンタナ選手のね、タイミングを見た時に、ちょっと刺されてるなって感じたんですよ。うん。刺されてるなっていうのは、タイミングがちょっと遅いなって、ちょっと僕はテレビで見てて思ったんですね。だったら、もう一球ストレート行ってもいいんじゃないかなって僕も思ったんですよ。ちょっとね。ただ、僕と同じようにね、思って、山瀬選手もストレート次行ったんですけども、それをね、ホームラン打たれてしまう。まあ、若干甘くなったっていう、とはいえね、それをホームラン打たれたっていうところがあったんですよ。で、僕はこれは、まあ、僕を肯定してるわけじゃないんですけど、まあ、これよく打ったなというふうに思ったし、サンタナ選手の打ち方もね、体重移動とかこう、大きくあるわけじゃないんで、日本人バッターみたいにね、体重移動をあんまりしないんで、結構タイミングが読みづらかったりするんですね。で、ましてやこう、いろんな幅で打ってくるというか、結構こう、どん詰まりというか、こういうポイントが近いところで打っても、逆方向に入ったりするようなパワーを持ってるんで、非常にその、なんて言うんだろう、バッターのタイミングを測りにくいっていうのがサンタナ選手あるんちゃうかなと思ってて、まあそこのね、典型的なホームランというか、なんかちょっと刺されてるからもう一球まっすぐいけるやろうって感じで行って多分ホームラン打たれたと思うんで、ここはね、まあ山瀬選手のもう経験だと思うし、実際ね、映像で見てるのと、自分がキャッチャーで行って、あ、このタイミングだったらいける、もう一球いけるっていうふうに思ったんだと思うんですけど、それを打たれたっていうところで、まあ、次からはね、そういうのも頭に入れながらできると思うんで、まあ、これもな素晴らしい経験かなっていうふうに思いました。はい。で、ですね、まあ、ツーアウト二塁、その後ツーアウト二塁というチャンス、作られるものの、ピンチ作られるものを、まあ、山田選手を最後サードライナーに打ち取って、まあ、この回、まあ、2点で抑えれたっていうところですね。はい。で、3回表ね、ジャイアンツ反撃するんですけども、そのちょっと見ていきたいんですけど、ワンアウトからモンテスレフト前、岡本レフト前、ワンアウト1、2塁で浅野レフト前っていうところで、3連打で、まあ1点取るわけですよ。まあ、今日のヤフーレですけど、まあ、もともと結構こう、多彩な球種で、結構こう、ね、散らば、まあ、あんまり的を絞らされないみたいなピッチャーだと思うんですけど、今日結構、コントロールがね、あんまり安定してなかったなっていう風なところありまして、まあ、このね、浅野選手のこの、タイムリーのヒットでもそうですけども、最後追い込んでから、ちょっと最後の球がね、結構真ん中に入ってきて、まあ、よくね、浅野選手もノーステップ打法でよく打ったと思いますけども、非常にね、まあ、ヤフーで今日そういったところ、まあ、爪の甘さというかね、コントロールが少し最後ね、甘くなってしまうってことが、まあ、結構あったんちゃうかなっていう風に思うんですね。
はい。で、次3回裏ですね。先ほど打たれたサンタナ選手に、まあこれタイムリー打たれる場面ですけども、まあこの回もね、先頭長岡選手ヒット。うん。で、西川選手もヒットっていうところで、ノーアウト1、3塁作られるんですよ。で、サンタナ選手にこれね、ライト前ヒット打たれるわけですけど、まあ先ほどストレートをね、まあホームラン打たれてると。いうところあるんですね。で、それを踏まえた上で、初球カーブ行くんですね。で、カーブを空振りするんですよ。で、サンタナもサンタナで、さっき自分がまっすぐ打ってるから、そんなまっすぐから入ってこねえだろう。多分変化球だろうって思ってるわけですよ。で、それでカーブ行ったんですけど、振ってきたんで、普通カーブってあんま振れないんですね。初球のカーブっていうのはあんま振れないんですよ。狙ってないとなかなかね、振れないんですけど、それを振ってきたってところで、あ、山瀬も多分、あ、やばい。多分これまっすぐないと思われてるって思って次まっすぐ行くんですよ。うん。でそれがボールになると。うん。でもう一球ストレート行くんですけどボールになるんですね。でこれでツーボールワンストライクになりますと。あーここどうしようかな、ストレート2球いったなってちょっと合わせてきてるかなってなって、もう一球チェンジアップ行くんですね。もう一球というかチェンジアップ一球挟むんですよ。でこれもボールになっちゃうと、これがちょっと痛かったですよね。ここでスリーボールワンストライクになったっていうのがね。でスライダーで一球ストライク取って、で、変化球勝負と、見せかけといて、もう一丁まっすぐ行ったろっていうところで、インサイドにまっすぐ行ったんですけど、まあ高めのボール球やったんですけど、それをサンタナがもう無理やりガーン打って、まあレフト前に、まあオコエ選手がね、飛びついたんですけど、なかなか取れなくてっていうところで、これタイムリーなんですけど、ちょっとこれはね、サンタナ選手が上手かったというか、まぁ、ちょっとね、このストレート、3球目のストレートのボール、4球目のチェンジアップのボールって、どっちか1球ね、多分ストライク取れてたら、また違った結果になってたと思うんですけど、ここでね、取り切れなかったっていうのはちょっとね、反省かなって、いうふうに思いました。はい。で、2アウト1、2塁で村上選手がレフトへのですね、めちゃくちゃ大きなフライ打ったんですけど、この2塁ランナーの西川選手がですね、2塁ランナー、から、三塁までね、タッチアップしたっていう走塁があったんですけど、これはね、素晴らしいなっていうふうに思いました。ナイスランだったと思いますね。で、まあ、ツーアウト二三塁まで行ったんですけど、まあ、山田選手がね、最後、見逃し三振したというところで、まあ、追加点を取られなかったっていうところは、まあ、堀田投手ね、良かったところかなと思います。はい。で、4回表、この回ね、ジャイアンツが点を取る回ですけども、これね、まあ、今日、躍動しましたね、中山選手ね。非常に素晴らしい。うん。これね、先頭、二塁打打つんですよ。で、堀田選手がしっかりバーンと決めて、で、ワンアウト三塁っていう、場面作るんですね。で、門脇選手がピッチャーを打ったんですけど、ヤフーレが、多分、イップスというか、まあ、なかなかこう、短い距離を投げるのが、苦手なんですね。で、それで、取って、ファーンって、一塁に投げてしまって、で、まあ、エラーになってしまうんですね。で、まあ、これはもう、高校野球レベル以下やろと思いますけども、やっぱ結構プロにね、イップスとか多いんですね、うん、正直言うと。はい。で、ワンアウト一、三塁で、オコエ選手がこれ、ライトフライ打って、これ、犠牲フライですよね。はい。で、ツーアウト一塁で、モンテスというところで、まあ、門脇選手はね、スチール、試みるものの、まあ、そこは阻止されるというところですね。はい。で、次、6回表、これ、逆転、ジャイアンツが逆転する回ですけども、まあ、この回から高梨投手が上がってて、で、まあ、痛かったなと思うのが、これ、先頭の、これ、萩尾選手、デッドボールあったんですね。やっぱ、これ、こういうのはやっぱね、大体ね、ファーボールとか絡んでるんですよ。うん、そういう時ってね。はい。で、ノーアウト1塁で山瀬選手ね、これ、センター前ヒット。まあ、これ、今日のレフト前ヒットとかも見てましたけども、打撃のな、感じ見てましたけども、非常に成長してるなと思います、本当に。4打数2安打かな、本当素晴らしいなと思います、本当に。はい。で、ノーアウト1、2塁で、まあ、中山選手がね、これ、ピッチャー強襲っていうところで、タイムリーですよね。中山選手、本当バット振れてるなと思います、マジで。で、ノーアウト1、3塁で、まあ、ピンチヒッターの岸田選手が、まあ、2ストライク追い込まれながら、しっかりね、フォークボールかなっていうところを、まあ、ライト前ヒット持ってったっていうのも、素晴らしいと思うし、本当に右方向に打つのは本当にうまいなっていうね、2ストライク後の特にこうアプローチというか、まあ、まっすぐも打てるように、まっすぐも打てるようなタイミングで変化球持つっていうね、ところで、まあ、両構えというか、非常にこの、もう何が何でももう逆方向にもうつけてやるというかね、簡単に三振しないよっていうような打撃は本当に岸田選手の持ち味かなっていうふうに思います。で、門脇選手がセカンドゴロ。で、ワンアウト二三塁で、オコエ選手が空振り三振。ここで、もう一点取れたらね、うん、まあ難しいんだけど、ここでもう一個最低限ね、犠牲フライとか打ち上げられてたらとしたら、まあこの回3点取れる、っていう形になるんで、
心もう一個の詰めですよね。もう一個ここで、点が取れてたとしたらすごく面白い試合というかね、今日勝ててたかもしれないなっていうふうに思いました。うん、ま、カーブストレートストレートで3球で三振しちゃってるんでね、高めかな、高めの釣り球に三振しちゃってるんで、ここはなんとかね、目線下げて、まあフライを打ちたいとか犠牲フライを打ちたいっていうところの心理を逆に中村選手がね使って高めのストレートでっていうところだったんで、そこはねさすがキャッチャーがうまいなというふうに思いました。で6回裏からですねピッチャー西舘投手上がっておりまして、まあいきなり三者三振というところで、まあちょっとフォームも変わってましたし、あの特に変化球ですよね、まっすぐはもともとね、まあ、力あって良かったんですけど、カーブみたいな、カーブと縦スラみたいな球種が結構増えてて、なんかこう非常になんかまあ変化球を、なんてうまく使うというか、まあそういったことを課題にしながら投げてたのかなというふうに思うので、非常にね、まっすぐと変化球というところでね、緩急というところで、もともといいまっすぐを、より効果的に見せられてたんじゃないかなって思います。はい。で、7回裏ですね、これいい守備ありましたね、カズマ選手。先頭のこれ、ピンチヒッターは、宮本選手ね、僕友達って言うかいたかんか、はい、あれなんですけど、ファーストライナーをですね、岡本選手がね、こう、ダイビングキャッチというところで、非常に素晴らしいなと、思いました。これね、安倍監督も脱帽してましたね、こうやってね、はい。で、最後ですよね、これサヨナラ食らったところなんですけど、まあ、ピッチャー平内投手出てきて、まあ、先頭山田選手にヒットを打たれると。で、ここですよね、ノーアウト一塁でピンチヒッターの丸山選手の時に、セーフティーバントしたんですね。で、セーフティーバントしたんですけど、これを、まあ、伊豆口選手がバックアップ入るの遅くて、岡本選手が投げれなくて、2回目で投げたんですね。で、やけど一塁セーフというところで、これはね、ダメですね、正直言うと。二塁に寄ってたとしても、二塁にこう守備位置寄ってたとしても、やっぱりバントあるケースなんで、全然あるケースなんで、やっぱりこう普通にバントされた時には、いくら二塁側に寄ってたとしても、絶対ファーストにはね、ダッシュで、早く入っとかないといけないんで、ここはね、本当にまあ慣れない守備というかね、いつも大体ショートを守っていることが多いんで、まあちょっと仕方ないところもあるかもしれないけど、でもこれはね、本当にね、こういうのは命取りになるんで、まあ今日ね、まあ、優勝決まってるからまだあれかもしれないけど、ちょっとね、この守備っていうのは、まずかったなというふうに思います。守備というかね、このベースカバーの遅さっていうのはまずかったなと思います。で、竹岡選手がノーアウト1、2塁でバント決めて、で、ワンアウト2、3塁から、松本選手はね、スリーボールというカウントから、セカンドゴロ打ちますと。で、これもよく、伊豆口選手が取ったんですけど、ホーム投げたんですけど、まあ、セーフというところでね、まあ、フィールダッシュチョイスというところで点入ると。で、最後にワンアウト1、3塁で長岡選手がライト前ヒット打って、まあ、さよならというところなんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、今日の試合見ていってもね、まあ、最後のところなんですけども、やはりベースカバーとか、そういったミスとかって、まあ、大きく、試合の中で変えたりとかしますし、でね、やっぱりこう、吉川選手がずっとセカンドで出てて、まあちょっと今脇腹肋骨かな折れてるみたいなんで、ちょっとあれなんですけど、やはり、直樹さんだったら、やってたなとかっていう風に言われるんですよ。控えの選手がミスした時ってね。だからそれも、伊豆口選手がもう悔しいと思うんで、そこはね、本当にね、まあ、ミスしないようにというか、本当にこう、頑張ってね、吉川選手、いい見本がいるわけですから、まあ、セカンドで、レギュラーを取ろうとは思ってないかもしれないけども、でもそうやってね、いろんな使われ方をする可能性がある選手なんで、そこはね、まあ、ショートに入っても、まあ、サードに入っても、まあ、セカンドに入っても、ね、しっかりしたプレーができるようにね、それぐらいの能力はある選手かなというふうに思うので、こういうミスはね、本当に、CS であったりとか、日本シリーズでは本当に命取りなんで、そこ、まあ、ここで出てよかったなというふうに思うのでね、まあ、そんな感じでね、今日は、終わっときます。終わっとこうと思います。はい、てな感じでですね、まあ、今日負けてしまいましたけども、若手の躍動というところはね、非常に素晴らしかったなと思うので、ぜひね、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルもそうですし、巨人の若手というところにもね、注目して皆さん見ていただけると、非常に、いいんじゃないかなと思います。はい、てな感じでね、最後になりますけども、チャンネル登録、高評価、通知のボタンなんかもね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。